しかし YouTube 上には2008年に閑静な住宅街に響く不可解な音と題する動画が投稿されている。つまりアポカリプティックサウンドっていう言葉が生まれる前から不可解な音が鳴る現象は存在していたってわけね。2011年8月頃には奇妙な音に関する動画が一気に投稿され、日本のメディアも取り上げるようになり、突然として語られるようになった。先日もインドで奇妙な音が聞こえたと話題になっていた。今じゃ奇妙な音に関する膨大な数の動画が投稿されているわけだが、アポカリプティックサウンドの中で観測するならば、全ての動画で音楽的には現れない。というわけで2008年から2015年にかけて投稿された146件と2015年に投稿された80件の音楽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 の動画を確認しているが、それは初めてであった。これは初めて全体から始まっており、1つ目の動画を見ていて分かったのは、いろいろは動画によって異なるものだった。コメントとで流せば誰にでもそれ。